渡さゆりという女の子を役を演じました。ひろきとたくやと、同級生で同じクラスメイトのなんていうんだろう、学級委員長みたいな、なんかすごくしっかりとした優しい感じの女の子で、学生の時はやっぱり男の子はそういう女の子に一度は憧れるんじゃないかなっていうようなタイプの女の子、可愛らしい女の子でした。事務所を通して新海監督という方がいらっしゃって、こういう作品を作っている方なんだけど、その方の最新作のオーディションがありますって言われて、事務所に行ってからいろんな資料をいただいて読んだりとか、あと監督の前回作の星の声の DVD をその場で事務所で見させていただいて、それからセリフをテープに録音したんですけれども、星の声の作品を見た時になんかもうビビッとこうなんていうの、自分のこう、なんか壺をつつかれたような感じがして、すごく心にスッと入ってきて、ああ私この監督の作品大好きだと思って、なんかやっぱりすごくそこの深い意味の深い作品だったので、一回見てすぐ理解することは多分できてなかったんですけど、こう感覚的にすごく好きで、それでなんかああもういつかこの監督の作品に出ることができたらいいなって、すごくイメージの通りっていうのが、はい、自分でもびっくりしたくらいに、本当にもう見るからにものすごく柔らかくて優しくて繊細な感じもにじみ出てる方で、もうなんか私はすごく人見知りをしてしまうタイプなんですけど、こう新海監督には最初からこうまっすぐ前を向いて、はい、なんかおしゃべりすることができました。まず初めにパイロット版を撮るときにいただいたセリフがすごく少なくて、あとは設定資料とかをいっぱい読んだんですけど、でもすごく内容が深かったので、なかなかこう自分の中で理解をするのがすごく難しくて、それでなんかこう心の中で大丈夫かな大丈夫かなって不安を抱えたまま、こうスタジオに入ってパイロット版を収録することになったんですけど、周りのキャストの方が吉岡さんと萩原さんと、その時は3人で撮ったんですけど、その2人っていうことで、それでもまたものすごく緊張してしまって、もうこんなに心臓がバクバクするんだっていうぐらい緊張してたのを覚えてますけど、あと楽しかったところはやっぱり本番用の台本をいただいて、すごくウキウキしながら本読みに行って、それでみんなでまずキャストがもう全員揃っていたので、そこで本の読み合わせをして、あ、こんな作品なんだって思って、それで VTR を見て、それでなんかどん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 お話の内容も、私が演じるさゆりちゃんの役もなんか、あ、こんな面もある女の子だったんだなとか、なんか一つずつこう入ってくるのがすごく楽しくて、それでやっぱりみんなで一緒にスタジオに入って撮る時はもうワク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 して、あっという間に時間が過ぎてしまった感じでした。そうですね、一番最後にひろきと飛行機の中で2人でいるシーンがやっぱりものすごく心に残っていて、そのシーンを撮影するときに、なんか一番最後にそのシーンを撮影したんですけど、急にそのシーンを撮影する寸前にみんな他のキャストの方がバーって出て行って、スタジオからなんだろうなんだろうとか言って吉岡さんと言ってたら、なんかいや二人にした方がやりやすいかと思ってって言われたんですけど、反対に二人で二
人にされると余計緊張するねって言いながら、すごいなんかこう2人でなんかどうしようどうしようって笑いながら、うん、ちょっとそうですね、でもいい緊張感だったのかなと思うんですけど、うん、そんな中でやったのですごく、うん、心に残っていますね。さゆりちゃんのシーンですごく好きなシーンは、あのこれは出来上がったものを見てから思ったんですけど、ひろきくんと電車が一緒になって、それで別れた後で一人で線路でこうやってるのが、すごく可愛くて、なんか、うん、さゆりちゃんって本当に可愛い子だなとちょっとキュンとしてしまった部分だったんですけど、あとこれも見て思ったんですけど、映像を出来上がった映像を見て、ひろきくんのやっぱりモノローグっていうのがものすごくこう心に入ってきて、なんか、うん、すごく一つ一つの言葉とかが、はあ、新海さんの言葉だなって思って、一番好きだった言葉がなんか列車に漂う夜の匂いとか、なんかそういう単語がすごく、はい、なんかこう、うん、気持ちいいっていうか、うん、懐かしいっていうか、すごい不思議な気持ちになりました。同じ夢を持つ友達ができて、それでその子たちと一緒にその夢に向かって頑張ってたんですけど、で毎日すごく仲良しな子と、一緒に夢を叶えようねって言って、本当に毎日、うん、ひろきとたくやみたいにすごく毎日頑張ってこう夢に向かって、うん、過ごしていた時があって、なんか、うん、私はその夢が叶えられなくて、友達は違う道にまた行って、なんか、うん、すごくやっぱり叶えられない約束っていうのは、なんかきっとみんなが一度は、なんか味わったことがあるっていうか、ああ僕にもあるなとか私にもあるなとか感じる部分なのかなって自分も思い返してみて思いました。今こうして自分が毎日、まあ、お仕事をしたり学校に行ったりとかして毎日生活して今の自分があるっていうのは、なんかそのいろんな夢を持っていた高校生の時のなんか教室だったり、自分が頑張った場所、友達といろいろなんか本当にいっぱい夢を持って頑張った場所がやっぱり、約束の場所かなって、その時に感じたこととか頑張って得たものとか、そういうものが今の自分にすごくつながってるなって感じるので、高校の時の学校かなって思います。やっぱり2年ぐらい前にオーディションを受けて、それで自分がすごく好きになれる作品に出会えて、それからずっとこう温めていたものを作品に投じて、その作品に本当の絵がついて、新海監督の全部が注がれたものが見えるんだなって思ったら、もうすごく見る前から感動してしまって、はい、見てる時はもう必死でした。もう一つ一つ、見逃さないようにすごく感じたのが、その画面の中に広がっている世界っていうか風景がものすごくなんか懐かしく感じて、あったかくなったりちょっと切なくなったり、私はもう
小学校の頃から東京にいるので、あんまりそういう景色、なんていうのかな、草原が広がってる景色とか、雲が本当に、雲とか空がもうパーッと開けて見えるところとか、あんまり覚えはないんですけど、でもなぜかすごく懐かしく感じるっていうのが、なんかすごく幸せな気持ちになりました。絵を見て、声を聞いて、音楽とか聞いて、こう世界観に、世界に入っていくと、ものすごくこう、なんて言うんだろう、本当に自分のこう記憶をつつかれるような思い、懐かしいような感じになっていただけると思うので、なんか人それぞれいろんな感じ方がある作品なんじゃないかなと思うので、いっぱいいっぱい見て、見るたびにいろんなまた新しい感覚を、得てもらえたらいいなって思うのと、エンディングの詩をこうじっくり見てみたんですけど、新海さんのこう世界の中に入り込めた気がしたので、ぜひこう文字でも歌詞を読んでみたりとかしていただきたいなと思います。